改札口プラットフォーム、鳴子北駅は、愛知県名古屋市天白区愛川一丁目にある、名古屋市営地下鉄桜通線の駅である。駅番号は、S18。駅のテーマカラーは、オウムである。島式ホーム一面二線を有する地下駅で、可動式ホーム柵が設置されている。ホームは20メートル車6両編成まで対応している。改札口は2カ所で、東側の改札は、 自動改札機が一通路だけ設置されており、自動券売機は西側にのみ設置されている。出入り口は2カ所あり、東海2の北側にはすぐ山林があって設置が困難であるためにいずれも南側に設置されている。当駅は桜通線駅、ストムク桜本町間区駅が管轄している。駅業務は日本通運に委託されている。 2019年度の乗車人員は187万7875人で、1日平均乗車人員は5131人である。開業以降の年度別乗車人員の推移は、下表の通りである。終着駅の徳志駅ほどではないが、市バスターミナルが隣接しているため、利用者の少ないのなみ伊藤の各駅の中では多くなっている。北側はすぐ山林になっており、 南側は急な坂に沿った住宅地になっている。この駅自体は天白区に所在するがバスターミナルのすぐ南にあるナルコ池より南側は緑区である。地下鉄開業と同時に野波車庫の敷地の約半分を使い地下鉄ナルコ北バスターミナルが新設された。野波駅に代わって各地へのバスが多数発着する拠点となるターミナルである。 バスターミナルへは2番出入り口が近い。乗り場は3カ所、降車所は1カ所ある。なお、地下鉄開業前は、野波車庫という名称であり、野波が終点となっていた頃からバスが、ここまで多数改装されていた。ターミナル出入り口を左折せずに右折した後、東海2を西へ向かう系統は、ターミナル外の停留所にも停車し、地下鉄なるこ北の西と案内されている。 野波営業所の敷地が狭くなったため、営業終了後の夜間は、ターミナル敷地もバス駐車スペースに使用される。ありがとうございます。